霊気に包まれた大地でひっそりと、そして力強く阿蘇高菜は春を待っています。熊本県阿蘇地方で育てられる阿蘇高菜、伝統的な製法で漬け込まれ、風味豊かな阿蘇高菜漬けへと生まれ変わります。阿蘇高菜というのは本当にこう親指から人差し指ぐらいのこう茎が特徴ですね。阿蘇地域だけしかそのできないような形状というか、地場の高菜を世に出そうという形で、阿蘇高菜漬けの原材料となる阿蘇高菜を栽培している和田初美さん。昔代々からですね、作っております。毎日食卓に上がっております。一本一本折って揃えております。なかなか揃えるのが大変でですね、若いうちになるだけ取りたいんでですね、もう 日にちが期限られております。江藤加工食品工場長江藤新平さん。収穫期間がまあおよそ1ヶ月と、まあ長くはないんですけれども、まあ、その期間はもう毎日がもうその日に収穫されて運ばれてきたものを塩もみして漬け込んで、もうその日のうちにも処理してしまう必要があるんで。阿蘇高菜漬けは観光土産として知られるようになりましたが、さらなるブランド力向上のため地域団体商標を取得。まあ、あの地域ブランドを取ったのはですね、まあ、普通の同じ九州では高菜というのがあるんですけど、まあ、全くその普通の高菜と阿蘇高菜というのはもう形状も違いますし、こう深い緑色で、それこそ香りも非常にこういいしですね、ブランド力をつけるというのがですね、まあ、そういう形で全国に売り出したいというのが、まあ、我々の最大の目的だったんですけど。年を取っていくとですね、折るのが大変なんでですね、もう若い人になかなか継いでもらえないですもので、若い人がもうちょっと取ってもらうといいなと思いますけども。新しい商品もいいでしょうけど、やはり昔からの商品もですね、大事に守って、でそれがまあいろんな形で皆さんに浸透するような商品であってほしいのが私の願いです。昔からあるこの伝統の漬物というものが、まあ、この先もずっと食卓に出続けていけば、まあ嬉しいことですね。阿蘇高菜漬け、シャキシャキとした歯ごたえの中に大自然の息吹が香ります。